あー、狭く感じるとこや。狭く感じるんよな。最近あれかな、アロワナモール2、スプラトゥーン2でやったからかな。アロワナモール2って言っちゃった。狭マジで狭く感じる。やっぱ、ワンにはワンのいいとこが、きっとあるはず。よし、打ち込んでいきましょう。お、ダブルトルネード、やった！これ多分味方のトルネードのおかげで、俺のキルになったんじゃないか？すごい、いいタイミングで味方とダブトルネードやったわ。略す必要ないけど、ダブルトルネード。よいしょ。スプリンクラー、まあ、さ、赤ザップスプリンクラーだからさ、もともと。あの、最初ロボットボム使った時はさ、まあ、変な違和感あったんですけど、今度逆にロボットボムじゃないのが違和感感じますわ。ちょっともう一回やっていこう。ここ。ここ敵いたんで。あ、誰いん！あ、やべ、前出てきちゃった。待て。いや、めっちゃ下がってる、めっちゃ下がってる。どうしよう。いて。あれは危険だ。あれ今ここに敵いたよね。よいしょ。あー、落ちた！煽られた！ねえ！水に落ちたらバカにされた。そんなことある？キルログ映ってた。なんで？悔しい。誰だ？誰だあいつ？いいじゃん、水に落ちんの。愛嬌と、ご愛嬌じゃんね。狭いんだよ。危ね。本当にあの、スプラ1のステージとか狭い。おい、お主か、煽ったの。なんすか？なんすか？って言ってる。違う。あれ？違う人かな？危ない。えぐいえぐい。何あれ？当たってないじゃん。なんか、時々当たってないのに当たった判定あるのが怖いわ。怖ラッキー。どこに打っていこう。せっかくトルネード溜まってるんですけど、敵がね、こんな、ああ、味方は打ってるね。ああ、やられた、母上。じゃあ、やることないってな。どっちよ。あの右だからや。どこだ、あれマップ、どこだ、これ。あれあれ消えた。あれ、トルネード消え、あれ、どこに打った、俺今。トルネード消え事件。やべ、敵も来ない。どっか行っちゃった。まあいいや。何もやることなくなっちゃったよ。左来てない？来てないですね。あ、なんかいる。ラッキー。なんすか？なんすか？あ、ナイスキル。うわー、危ない！ああ殴られた。イカ忍者。イカ忍者、イカ娘の格好だ。懐かしい。昔コラボしてたな、イカ娘。スプラトゥーンと。2ではそういうのないけどさ。ありがとうございました。2はあの、ヒリオくんとコラボなの。なんか煽られたの、ちょっとあれ、誰だったんだろうな。おもろかったな。